こんにちは、あかりです。りこです。ギャリコでーす。でーす。どうもどうも、本日 MC あかりでお届けしたいと思いますけれども、どうですか最近は。この雑な振り。あったかくなってきたね、急に。うん、桜満開だったこっち。あ、そうだよね、うん、週末ぐらいだよね、満開になったの、うんうん。いや、私も別に花見をする気はなかったというか、そんなこと忘れていたのだが、うん、公園の前通ったらめっちゃ満開で、ねえ、あ、これはピクニックじゃんって思って行った。あ、いいじゃんいいじゃん。うん、めっちゃ綺麗だったわ。結構お花見されてる方いたわ。あ、そう、うん、なんかさ、あのちっちゃいテント立ててさ、うんうんうん、立ててというか、あの本当にちっちゃいピクニック用のテントみたいなやつ、うん、とシートがバーって公園に広がってて、うんうん、うわすごって思った、うちあのテント持ってないんだけど、うん、欲しくなった。めっちゃ便利だよなあれ、うん、そういう時にあると便利だよね。そう、公園行くこと多いからさ、うん、てかまあ公園しか行かないからさ、なんか、うんうんうん、シートはあんだけど、うん、テントいいなとちょっと狙ってる。あ、狙ってる。うん、一人用みたいな、ちっちゃい、なんか 3人ぐらい入るけど、うんうん、なんかご飯食べたり日陰になったり、うん、荷物置いとけたりみたいな。ああ、ああ、そうって思った。いいね。そう、まあただね、日本ですから結構みんなあのさら地に荷物ボンって置いてますけど、うん、あれができるのは日本だなって感じだよね。ね、治安いいなって思うよね。そうそうそうなんか冷静になるとさ、いやこの光景やばいなって思うんだけど普通に。それこそ上野公園とか代々木公園とか、うん、もっとすごいだろうから。あ、そう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 、ね、海外からいらっしゃる方が見たらもしかしたらびっくりするかも。衝撃だよね。うん、衝撃だと思うわしかも酒飲んでるからね、うん、みんなね。あ、そうそうそう、いやそう、衝撃だよねそれはね、わかる。まあ、ね、飲める国もあるけどね、うんうん、いやそう、面白いと思う、ね、いやでもなんかやっぱその感覚で、うん、海外行ってミスる日本人多いから、うんうん、あのね、やっぱ文化が違うと要注意ですよねっていうのはあるよ ね、まあ、ね、そうだよね。そう、なんか私学校、オーストラリアの学校で、うん、なんかイヤホン充電してて、うん、で一晩忘れたんよ。あらら。そしたらなかったよね、やっぱ。まあそうだよね、うん、はーいって、私が悪いですってなったいや私は悪くないんだけどさ、うん、いや忘れ物はしてはいけないんだなと、うん、日本だったら絶対そのまま放置されてる。そうね、あ、うん、あったあったってなるけど、ね、そう、フル充電で放置されてるけどいや、はい、ということで、はい、じゃあ本日もタイトルコールからいきたいと思います。はい、ではせーの、キャリラジ。キャリラジはキャリコのあかりとりこがお届けする初のポッドキャスト番組です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをテーマにおしゃべりしたり、ポッドキャストだけのコーナーにチャレンジしたり、毎週木曜18時配信予定です。今週も残り1日、キャリコと一緒に息抜きましょうということで、感想実況はハッシュタグキャリラジをつけてぜひ投稿してください。お便りのフォームは YouTubeポッドキャストの概要欄、SNS に載ってますので、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。いつも送っていただいている皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お便りようわからんって方はコメントでも全然大丈夫です。お待ちしております。はい、よろしくお願いします。ほんでですね、今日のテーマは、あの事前にインスタのストーリーズでもちょっと聞かせていただいたんですけれども、あの質問をいただいていた内容で、習い事についてをテーマにしたいと思います。ということでちょっと読むね。はい、はい、ラジオネームかおるさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。パリさん、リコさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、質問です。お二人は今までどんな習い事をしていましたか？学校の部活も課です。またお子さんにはどんな習い事をさせたいですか？お二人のご経験教えてください。ということで、おお、行ってみようと思います。なるほど。ちなみにあのストーリーズで聞いた時は、
みんな習い事してたとかやらせたいのあるみたいなの聞いたんだけど、うん、ピアノとプールは帰ってきたね、うん、定番ですね。定番なのかな、定番なのかちょっと分かんないけど、なんか定番なイメージ、結構定番なイメージだよね。うん、そうそうそう、今さ検索してるんだけどさやらせたい習い事ランキングとか絶対あるよね。あるかも。2023年最新版子供に習わせたい習い事ランキング、時代によって変わりそう。あったよ。あった。うん、なんか男女別で出てた。あ、1位はね、うん、英会話。2位水泳。3位野球。4位ピアノ。5位塾。はいはいはい。6位サッカー。うんうん。7が習字、プログラミング、うん、ソロバン、プログラミング、空手。へソロバン面白いよ。ソロバンは不要だと思うが右脳の発達にいいと思うのでみたいな回答がある。へえ。プログラミングは時代ですね。時代だね。いや英会話も結構時代じゃない、うん、1位っていうのは。あ、まあそう、確かに1位はそうかもね、うん、グローバルな社会に対応できるようにみたいな、うん、これからの時代絶対必要みたいな、うん、それはね確かにわかる、うん、あとやっぱ水泳はね心肺機能向上、うん、海難事故でも生き残れる力、うん、丈夫な子に育てたい、うん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 、泳げて損はない、うん、水は怖がってほしくない、うん、私的意外なのは野球がサッカーに大勝利してることなんだけどでもこれ質問数の問題もありそうだからな。そうだね、票数で言うとそんな変わんない説、うんうんうん、自分が好きだからですっていう回答が多いね、このスポーツ系。あー、まあそうだよね、自分がやってたとか、うん、それこそねお子さんにやらせたいみたいなね。ね、あとはサッカー、まあ団体競技させたいみたいなのもございますね。あー、なるほどね、わかる。続いて女の子に習わせたいランキングは、あ、1位ピアノだわ。あ、2位英会話。3位水泳、うん、4位塾、うん、5位バレエ。バレエって何？あの、うん、とバレリーナ。あ、バレリーナの方のバレエね、うん、6位ダンス、うん、で7か習字、プログラミング、そろばん、体操。へえ。ちょっと違う男女差があるのね。ね、はあ、意外。まあ、ピアノはね何かと役に立っていたからというねコメントがありますね、うん、確かにわかるよ、わかるよまあ英会話は同じくで、うん、水泳も同じくで、うん、体作り系ね、うん、バレエはね、あ、まあ、身のこなしとか体のラインが綺麗になるとか、なんかそういう、あ、確かにね、のはちょっと考えてる人がいるっぽいですね。バレエやってる友達綺麗だもんな。ね、わかるよ、うん、姿勢がちげえからな、うん、スンってなってるもん。うん、そうそう、わかる。かっこいい、ね、ちなみにダンスは、うん、かわいいって書いてある。いやいやいや、マジか。わかる。いや、でもわかるわかるよ、うん、まあ、心と体が育つみたいなね。うんうんうん、かわいい。かわいい、わかる。やってほしい。ちっちゃい子にダンスやってほしい。かわいいからみたいな。わかるわかる。あとは字がきれいになるから習字ね。うん。はいはい。まあ、あとは体操か。うん。なんか、でも、女性らしさみたいなのを言ってる、結構年配の親はいるみたいだな。ああ。まあ、やっぱね、所作、所作ね。所作みたいな。姿勢所作ね。そうそうそう、うん、でも気持ちは分かる。まあ、あとは体、まあね、体作りの幅みたいなので、うんうん、体操とか書いてる人はいるっぽいね、あ、まあでも結構分かる。あ、うちらのじゃあピアノスイミング分かる分かるは感覚的に合ってんだな。 あ、そう、やっぱり定番ではあるんだね、うん、定番ではあったんだ。まあ、スイミングって全身運動だからさ、うん、なんかこう何、まだ小手先のテクニックが必要ないというかさ、うんうん、なんか浮くとこから始まるみたいなね、うん、できんでも楽しめるっていうのはいいよね。いいよね、うん、うちも子供スイミングやらせてるけど。あ、そうだよね、ベビースイミング親方行ってるって聞いたよ、うん、そう一緒に行ってんだけどさ、うん、多分一人でやることはないから絶対に、うん、絶対親とくっついてやるんだけど、うん、まあ、もはあれは親のスイミングですから、もはやあのそういう指示がね出る。
じゃあ次は膝を高く上げてっていうのは私たちの話っていうねはい、わかりました。はい、じゃあゆらゆら横に揺れますよ、大きく揺れてとか言って、それこれ私たちの運動だなみたいな。いいじゃん、最初バタ足とかさせられるかな。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、いいね。そう、いや多分ね、これね、なんか息子が大きくなって、うん、水泳もやめるとか言ったら、ちょっと私運動減るやんってなる、うん、じゃあお母さんだけ通う、そのまま通わせてもらいますって。そう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 、お母さんだけ、じゃあお母さんコースに行かせてもらいましょうかって。そうなんだよ、なんか週末絶対行くからさ、うん、なんかいい運動になってんだけど。いいじゃん。そう、でもなんか結構ね、その水泳の先生もそう言ってた、やっぱ子供が卒業しちゃって、うん、もうじゃあその後プールとかもさ、親入らなくなるじゃん、うん、そしたら親が、あれ私運動あれってなるみたいな。だいい作戦だよね、それでジムに入れさせるという、うん。まあね、ビジネス的にはいい戦略だよね。あれ私運動この時間でしてたのに、じゃあすっかみたいな、うんうんうん、いい戦略なのかもしれませんが、うん、いいと思うわ。まあでもプールはそうだね。ねえ、私もリコピ、うん、水泳やってたから。あ、やってたの？やってたやってた。僕も知らないそれ。あ、え、そうなの？私ピアノと水泳やらせてもらってて。うん、え、いつ？ちっちゃい時。うん、ちっちゃい時から。あのね、そうなんだ。選手コースに入りませんか、うん、ってなって。うん。でも結局なんか他の習い事とか、まあ、学校とかあったから。うん、もう疲れすぎちゃって、あ、もうスイミング以外できなくなっちゃってやめちゃった、うん、あ、そうなんだ、うん、へえ。なんかやはり私はリコピがさ運動しているというさ、うん、イメージがないわけですよ。やめてよ。ダンスは別、ダンスは別ね。やめてよ、中学生ぐらいまでは水泳ガチやんけみたいな。しっかり運動してたんだよ。いや、そうなんだよね。そう、卓球もほらね、ほら部活で私やってたからさ。そうそうそう、そうだよ、しっかり運動してました。うんうん、いや、そうだよね。え、じゃあ、あのちっちゃい時から、うん、じゃあ何をやってたかというのを、うん、じゃあ一旦発表しておこう。あ、そうだね。うん、私は、いや、今言った通りです。ピアノと水泳、うん、あとあの、うん、書道もちょこっと。それ小学生ぐらい？うん、ピアノと水、はいはい、書道もやってたの知らなかった。そうだよ、字汚いけど書道やってたんよ。ピアノは本当 3、4歳からやってて、はいはい、水泳が多分 5、6歳ぐらいからやってて、うんうん、書道は小学校入ってからって感じかな。一番長く続いたのはピアノ。あ、そうなの。ピアノいつまでやってたの？うん、ピアノね、結局高校生ぐらいまでやったんじゃないかな。へえ。で、受験で忙しくなっちゃってやめざるを得なくて、うぎぎってなってやめたって感じ。ああ、でもうぎぎって感じでやめたんだ。うぎ、本当はやめたくなかったけどみたいな感じかな。そっかそっか。なるほどね。ショーは、ちなみにショー見たことない。まあ見る機会ねえよな、ショー見たことないからさ。字がって言われても分かんなと思って。汚ねえんだけど字、私でも習字一応やってたの。習字はいつやめたの？あ、忘れた、いつだっけな。もはや忘れたレベル。もはや忘れちゃった。でもあのやらせてもらってってよかったと思った。いい、私も習字やりたかったな、うん、今思うと。なんか あるじゃん、いろいろさ、書き初めとかさ、うん、あるね、冬休みの宿題とかで、はいはいはい、ありますね。ああいう時にすごくよかった。どうやってた？うん、今はあの、うん、結婚式とかの、 あの、うん、封筒書く時とかに使うぐらいだけど、うん、封筒ね、うん、ご祝儀袋のさ、書くじゃん、うんうん、あれのしのとこね、そうそうそう、うん、に役立ってる。役立ってるかな。いいじゃん、うん、私そんな感じ。それがじゃあ 小中習い事ね。うん、私の習い事はピアノを同じく4歳ぐらいか、うん、からやってて、それはね中学校ぐらい、また曖昧。私は結構逆にね、練習が嫌すぎてね、あ、あの都度やめた人だった。うんうんうん、
都度やめたくなってたけど、コンクール出て賞取ってまたやる気が出て、あすごいね。で練習して練習して、でなんかコンクールダメでもやる気出るタイプだから、うん、だから結局何かに出てなんか続けようって思ってやるんだけど、練習が嫌でやめたくてみたいなのを結構ずるずるやってたけど、うん、あれだね、クラシックの先生だったからね、うんうんうん、なんかリコビみたいにフリーで弾けたらよかったのになーってめっちゃ思ってる。もったいな。いやいや、10年とか。うちもクラシックだぞ。あ、いやそうなんだけど、うん、なんというかこう何、結構さ耳コピしたりとかしたって言ってたじゃん。あーそういうことね。なんか本当に楽譜を読んで楽譜に忠実にみたいな。あいや違う、はい、これはいはいはい、何ですか。ちょっと意義あり、意義ありなんです。意義あり意義あり意義ありはい、何でしょうか。私は楽譜が読めなかったんだよ、うん、いやいや読まされるんだよ。いや読まされたけど読めなくて、うん、結果、うん、その結果しのぐ方法として耳コピになったってだけで、うん、いやでもそれが良かったじゃんね。でも力に力がついてるということ。いやでも楽譜読めないの結構痛いよ。いやまあね、高校の音楽赤点だったよ。まあまあ、うん、それやばいだろ読めよ読めない、そこに関してはそれに関しては読めないじゃない、読めない。おもろ、そうなんだ。楽譜読めるの羨ましい。あいやでもなんか結局ね、私10年以上ピアノやってたけど、うん、なんか多分今も指は動くんだけど、うん、だから弾いたことある曲とか楽譜見りゃ弾けるんだけど、うん、なんかねそれ以上のことができないから、なんか音楽活動に生きない、うん、いやこれはね私の完全に言い訳なんですけど。えでもさ弾いてるやつあったじゃんショートで YouTube の。いやだからそう、だから楽譜あってちゃんと練習すりゃ弾けるっていうね。あなるほどね。わかる。なんかだからちょっとペッて弾けないの、うん、ピアノ。いや楽譜あれば弾けるっていうのは素晴らしいことですからこれはなかなか相入れない会話だぞこれはなんかこう着地点がなかなかない気がするけど、うん、着地しないな。そう着地しないけど、いやでもまあそうなのよ。だからリコピーみたいに作曲とかに生きるような、うん、こうねあれがあったらよかったな。せっかく10年もやってたのに私今楽譜見ないと何にも弾けねえじゃねえかよと思って、あちょっと悲しい。そうか。でうちに今もピアノあるんだけど、うん、なんかさこうさ勉強してこなかった人がさどう勉強していいか分かんないみたいなこと言うことあるじゃん、うん、うんうんうん、なんか結構私今それなのピアノわかる。なんか何したらなんかこう曲作りに生きるピアノができるんだろう、わかんない。私教えてもらってピアノしてたからさ、うん、なんか自主性を持ってピアノ練習できないんだよ。やばいよね。あーなんとなくわかったぞ。わかる？わかった。ダンス教えてもらってフリーで踊ってって言われて踊れない感覚と一緒のやつか、もしかして。あそうかも、そうかも、そう、ちょっと近いかも。それかもしれない。ちょっとそれで納得いった。表現にならないというかさ、わかる？うん、そうそうなの。なんか振り付け教えてもらったら踊れますはあるじゃんね、うん、でもじゃあ自分で作ったり自分で、そうだよ、自分で振り作ったり自分でなんか即興でじゃあ思った通りに踊ってくださいができないみたいな、その感覚だね、うんうんうん、そう。なるほどね。だからね困ってる、助けて誰かでこれはリコピに言うべきかもしれない、だからこうなってしまうともう私の思考の問題というかさ、うん、なんというかさ、なんかできないんだよ、出てこない。なんかフリーで弾くとかがわからなすぎるから。確かに。もうだったらレッスンとかに行った方がいいんじゃないかなと思ったりしてる。確かに。あれじゃない、なんかさ、うん、クラシックの先生だったんだよね。そう。だからポップスの曲とかをやんなかったってことでしょ。一切。だからあかりさんの中でのポップス系の蓄積がないから今作ってるポップスみたいな曲が出てこないんじゃない、うん、だからさ、いやなんか曲が出てこないっていう、なんか弾くに至らない、わかる、なんか音にならないわかるかな。えあのポップスの曲をやったらいいんじゃない。それでポップスの曲をカバーしてみる。そう、それでポップスの曲の蓄積をまず作って、ああ確かに。そうそう、そうするとさ、なんかさ多分きっと出てくるんだよ、うん、ポップスの曲が。確かに多分今赤井さんにクラシックっぽい曲を弾いてって言ったら多分弾けるはずなんだよ、うん、
クラシックの蓄積あるから、まあまあ、なんとなく、まあまあ、でもなんかそんな気がする。なるほどね、うん、まあでもちょっとわかるような気がする。うん、いやなんか結局さ、人間さ、うん、模倣じゃん、模倣から入るじゃん、ね、オリジナル作る前に、うんうん、ダンスもそうじゃん、ま、そうね、うん、だから結局自分が作りたい感じの曲の模倣をまずやることから始めたらいいんじゃん。確かに、ありがとうございます先生。いや、じゃあちょっと私はブルーノマーズの曲とかを楽譜買ってきて、うん、練習してみればいいんだ。そうそうそう、ま、興味あってなんかいけそうなやつ、うんうん、行けなさそうだなって今思っちゃったけど、まあいいとして、まあいいとして、今ほらいろんなツールで楽譜手に入るから、はい、ありますね、ネットで買えますからね、うん、そう、なんなら YouTube の弾いてみたのとこに楽譜、なんか自分のオリジナルのアレンジとかなんかやってくれてる人とか、確かにやってる人いる、ね、じゃあそういうのでやってみればいいんだ。うん、そうだよね。いやだから私結局でさ、コード弾きとかてかコードがさ、うん、なんかちゃんと覚えてないからさ。いやそれは私も課題ではある。本当、うん、だからそのこのコードでどうぞってなっても、うん、楽譜くださいってなるの。うんうんうん、うん、いやわかるよ、うん、これね超課題な。これがね、よくな、これがなんか改善したら多分私の曲作りもうちょっとなんか貢献できると思うんだわ、うん、それはありがてえ。だから今なんか私のざっくり歌ってみたみたいなやつを突然送りつけたりするじゃん、うんうんうん、だからああいうのがちょっと改善する、もうちょっと分かりやすい状態で送ることができる、ボイスメモを投げつけたりしなくてすごい、あ、大人の習い事講座になってきたのね、ね、うん、じゃあちょっと話を戻そう。話を戻そう。まあ、私のピアノはね10年やってたけど、まあ うん、こんなもんですよって話なんですけど、ね、でも赤井さんあれじゃね、うん、ピアノ以外にもなんかすっげーのいっぱいあるじゃん。いろいろやってる、いろいろやってて、小学校の時は少林寺拳法をやっていまして、でこれはなぜ、何かっていうと、まあ合気道に近いかな、どちらかというと護身術なんだけど、うん、ついたり蹴ったりもありつつ、なんか投げたりとかもあるんだけど、基本的には相手にやられたものをなんかどうにかかわしたりいなしたりして、まあ反撃をするみたいな方が多いもので、もともと中国とかである武道をベースに日本でできたものなんですけど、それを、家の裏に道場ができて、実家の近くに、うん、でなんか私は武道も何も知らなかったし、本当にね家族に武道やってる人一人もいないんだけど、うん、なんか、あ、おじいちゃんは剣道やってたか、そう、でもなんか、なんか行ってみるって言って、うん、行ってハマって全国何回も優勝してね、それすごいよね。世界大会行ったけどテロで順位つかなくて、あら、世界一欲しかったな、世界一みたいなのはありましたけど。すごいよな。すごいよね、すごい、今更、そう、なかなか輝かしい、輝かしいよ。そう、まあただ、まあ、一応エクスキューズしておくと、競技人口やっぱ少ないから、いや、とはいえ、空手で優勝してるとかいうレベルではないですと言いたい。すごいよ。そうそう、そんな感じで、まあでも高校入って別のことやりたくてとか忙しくなってやんなくなって、大学入った時に部活あったから入ろうかなみたいな、部活とかで入ろうかなとか、うん、多大のやつ入ろうかなとか思ったけど、うん、まあ、ダンスとか他のことやりたかったからやんなくて、そのままやらなくなっちゃった感じ。いやー、もったいない気もしてしまうが、まあね、そうそうそう、うん、もったいない気もするよね。だから国体とか出てたらね、どうなってたかなとかも思ったりはするけど、あ、またちょっと別の未来ですね。確かに、うん、そうそう、すごいね、っていう、うん、あれ、電波があれ、大丈夫、電波が、はあ、はあ、はあ、はい、はい、すいません、すいません、すいませんでしたすごいよな、あかりさんにむやみに触れられないんだろうな、きっとな。いや、それはさ、なんかさ、武道やってる人さ怖いみたいな、うん、喧嘩強いみたいなあるじゃん。あるよ、あるよ。でもさ、なんかこう護身術だから、うん、私なんか結構このね、精神的な部分をしっかりこう学ぶ武道なのですよ。へー。だから
もう素人に手出したら絶対にダメだぞというか、もう波紋だみたいな、うんうん、そういうなんか学びをしていたので、うん、なんかまあ自分からこう手出すとか絶対にしなかったけど、うん、しないし、まあ、ただ不審者対策にはめっちゃいいよ、護身術だから ねすごいね、うん、なんか腕掴まれておじさん蹴り倒したりしたことある、かっこいい、ね、でもやべえと思って逃げた、私が逃げんのかいっていう、いや、うん、やばいけどさ、やばいけどすごいわ、やべえと思って、そうだからそれはね役立つ習い事だったから、女の子武道いいよっていうのはね、うん、女の子も男の子もだけど、うん、なんか精神と一緒に鍛えられる武道いいよねとは思う、うんうんうん、いますね、かっこいいです、うん、なんかいやフィジカルっていうか喧嘩す、まあ殴ってきても私絶対当たんないしなとか思ってるのも心の余裕につながる、うん、そうだよねとか、そうそうそう、いや別に私の方が強いしなみたいなかっこいいっていう心の余裕はもしかしたらあるかもしれませんが、なるほどね、はい、でそれが小学校、まあ、中学校かまでで、うん、なんかプールはね夏休み短期スクールみたいのに行かせてもらって、あ、そうなんだ、そう、それで泳げるよ、一通り泳げるようにはなった、からなんか小学校の時とかはすごい早かった、そのクラスでは、うん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 、行かしてもらったからだね。いいね。とあとなんだろう、なんか忘れてるのはあるような気はしないでもないけど、中学校のに入ってからは部活の話もあったけど、うん、生徒会とあと学祭実行委員会に命をかけてたので、あ、もう中学校の頃から命かけてたんだ。てかね、小学校から生徒会なの私。すごい。でなんかその小学校って生徒会あるっけ？児童会？あー、なんかあったかもみたいな、うんうんうん、そう、なんか委員会みたいなやつ、うんうんうん、まあ小中高ずっとなんですよ。てかまあ大学も学祭やってからだけど、学祭のために生きてるというか、なんというかね、祭り女だからね。そう、祭り女だから。そうで、どちらかというと自分がお祭りで盛り上がるのが苦手で運営をやりたいという、うんうん、うん、その裏方をやりたい。なんか中学も部活やんないで、その生徒会の方にガッと注力していて、まああとは習い事で少林寺やってたから、うんうん、っていう感じで。あ、思い出した、小学校に戻るけどね、小学校の時のねクラブはね、陶芸クラブだったよマジで。私の皿好きはそこからで、ね、そこからなのかもしれない。そう、陶芸クラブなんてあったの？あった。なんかね、小学校に窯があってすごいね。すごくない？すごいよね、うん、だからね、皿作ってたすごい。陶芸クラブいいな。陶芸クラブいい、おすすめ。みんな陶芸クラブあったら入って、ぜひ。ねえよそんなすごいよね。まずねえよ。いや、そうなんだよ、楽しかった。陶芸クラブ最高でした。へえ、そうね。で、まあ、中学に戻ると、うん、まあでもそんな感じじゃん、うん、で高校入って、まあ、ピアノとかもなんかそのナーナーだったからさ、もうやめますってなって、うん、で高校本当生徒会命だったから、うん、それにで学祭のことばっかりやってたのと、うん、軽音部入ってそこでギターちょっと弾いて、なるほど、ね、キーボードちょっと弾いてボーカルやってた、うん、へえ。からなんかそれはライブやったりして、でもほぼカバーだけどね。あ、なんかその辺からあかりさんっぽいな台湾組んで、うん、バンドライブやるとか学祭で歌うとかやってたけど、うんうん、そうね。なるほどね。なんかその辺で事変とか椎名林檎とか好きなのがさ、うん、その辺からなんか今の音楽のなんか好みはその辺と変わらない感じ、はい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 、ですね。あー、高校そんな感じです。いいですね。はい、私は高校が家から遠すぎたので、はい、もう部活とかも入らず。あれ、卓球は？卓球は中学校。あ、そっか、中学の部活が卓球ね。そう、高校はギャル。あ、そうだね。以上。なんか帰宅部っぽいもん。うん、ギャル高校ギャル習い事は何ですかっていう話で、高校はねギャルです。そうね、ギャルのイメージありますよ。うん、うん、そうなのよ。高校ギャルして全然違うな。面白いな。面白いね。うん、
まあ、私も結構ギャルってたけど高校。おっかねえ。なんでだよ。ギャルで生徒会でしょ。めっちゃ失礼だろ今の。いやごめんなさい。怖え。でもねスカートはねちょっと短かった。あもうごめんねって気持ちは。いや人のことは言えませんわ。でもあれはやっぱ自己表現だから。そうそうそう自己表現、うん、大切よ。パンツ見えてねえしさ。そうそうそうちゃん対策ねあるから、うん、してるからね。あるから、うん、してるから。あとなんか私的にすごいこう何こうバランスの黄金比があってあのチャリでねチャリ通してたからね高校、うんうん、でさクソ遠いのよ10キロ以上あんの片道10キロ以上チャリ通してたのね。足すっごいことになるね鍛えられてね。いや鍛えられてただろうね。しかもね10キロぐらいあんのにねなんか30分とかで着くの急いだら。はいやだからね車ぐらい早いのはいやチャリしかもママチャリなのやばくないだからねよくね事故ってたんだけど、まあ、それは置いといてそう生き残ったということでね、うん、よく松葉杖ついてたんだけどさ危険だなそうでもまあそうそう何の話してたか分かんなくなっちゃった。あそうでチャリ乗ってから膝が焼けるのが嫌で。あーなるほどね。ニーハイを履きたかったの。うんうんうん。待ってスカートでさ膝隠すじゃないんだね。あ隠れないじゃんわかる。なんかさ長いバサって長いとさバサバサなるじゃん、うん、あーそっかチャリで私速いじゃんチャリね、うんうんうん、だからさスカートがさバーってなっちゃうのよ。なるほどね。だから膝より下げると邪魔くさいのスカートが、うん、であじゃあ2杯じゃんってなってで2杯入ったら立った時に2杯とスカートの間に8センチぐらい開けたいみたいな。なんかその時のね、うん、8センチじゃなかったかもしれない。哲学があったんだ。なんか私の中でこう圧倒的な黄金比があったのだそれにスカートの長さ合わせてて、うん、で座ると2杯とその足の間がスカートで隠れるから、うん、こう火に当たるとこがなくて。なるほどね。こうまだらに焼けることがない。はいはいはい。っていう完璧なね黄金比があったんですよ。だからちょっと変えられませんわと思って。明らかな思考の差を感じたんだけどさ、私はそれ聞いてさ、うん、え、うん、スウェット履けばよくないって思ったんだけどさ確かに履きませんスウェット履けばよく。私冬寒いから普通にさ白スウェット履いて登校してたんだがと思って今聞いてたわ。ダッサって思ってた。ごめんそれやってるねギャル見てね、うわダッサで何って思ってた。おいおいやめろやめろなんだよそれ。失礼ここにいるぞ。いやだからちゃんと冬はタイツだよ。黒タイツ。マジか。うんすげえ。それはちょっと譲れない。あの下にジャージ履くやつマジダサいと思ってたからねえ。うわ絶対高校の時合わなくてよかったねそれダサいよっつって最悪だったらジャージどこすればみたいな感じだった。スカートに白スウェットにキティちゃんサンダルが強いと思ってたのに。うわやーばい。それダサって思ってたよめっちゃヒールローファーしか勝たんって思ってたからねえサンダル履いてくるやつ何ヒールローファー履けみたいな。ダメだここダメダメいやでもやっぱさ仲良くなれない。学校によって文化あるじゃんね。いやあるよあるよ。だから私の学校はいなかったそういう人がほぼ。あいなかったのか。あんまりいなかった。で言ってうちの高校もいなかったけどいないんかい。いやだからちょっとイケてるっていうかなんかそうおしゃれに気を使ってる人は本当になんかちゃんとしたヒールローファーとか。ねえねえおしゃれに気を使ってないみたいじゃんいやじゃあうちの場合さ。あそうそうね、あかりさんとこの場合がね、いけてるという定義とすると、うんうん、カーディガンの色とかそうスカートのバランスとかなんかそういう感じだった。うわそんなこと言ったら あとはタイ変えるとか。私の思う高校のイケてる言ったら田舎のヤンキーみたいに思われそうでもう怖いからやめようでもまあキティちゃんサンダルでちょっと分かったあでもローファーも履いてたよちゃんと。あよかったよかったよかった、うんうん、よかったよかった。まあでもそんな感じですよ。なるほどね。はい2杯か。なんか高校セーラーだったからさ。あなんか言ってたね、うん、セーラー服
しかも高校を選んだのもね割と制服っていう、この中だったらこの制服一番いいなみたいな。あ、まあでもでかいよね制服の可愛さはね。かわいいそう、うん、なんか私服校とかあったんだけど、うん、私服校ダメだろうと思って、めっちゃ最初、うんうん、制服着れるうちに着ようっていう、うん、なるほどね、感じでして、セーラー服で2杯っていうのがなんか当時私の中、セーラー服2杯黒髪パッツンロングっていうのを絶対やりたくて。あーいいね、高3でやってましたね。絶対もう今できないもん。そう、これは今しかできないって感じでやってました、うん、確かに、うん、だから逆に高2で1回髪染めるっていうダメなんだけどねダメなんだけど1回茶髪にして、でみんなね高3で茶髪にしだすんですよ。だんだんなんかこう緩くなってきて、うん、でも私は違う、高2で茶髪にして高3で落ち着くっていうみんなと同じことはしないっつってそんな感じでしたけど、尖ってんな。そんな感じでしたけど、あのしっかり学祭実行委員会やってましたね高校の時。はい、そんな感じで。なるほど、習い事の話なのか何なのかって感じでさ。リゴビは高校時代はギャルやって何やってたの？ お家に帰って。あ、たまにジムみたいな感じで水泳行ってた、うん、あーなるほどね、うん、なんか昔の、うん、ジム行ってるギャルみたいなのがかっこいいと思ってたみたいで週に何回か近くの地元のスイミングスクール行って走ったり泳いだりしてたでも高校マジ何もやってなかった、本当にギャル。あの遠かった、放課後友達とプリクラ撮ったりカラオケ行ったりとか、そういう系の、普通に帰宅部で遊んでた感じね、うん、そう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 、はいはい。あ、でもカラオケめっちゃわかるようちもなんか生徒会にカラオケ同好会的なものが あってというか、生徒会内でカラオケ好きが結構いて、うん、あの通ってたね、毎日のように通ってた、ね、行くよね、ちょっと歌って帰るみたいな、ね、仕事してちょっと歌って帰るとか、今日そんなタスクねえなって時そのまま行くとかなんならカラオケで作業するとか、うん、なんか当時さめちゃくちゃ安くなかったカラオケ。安かった、なんかカフェとかさ、うん、なんか何ミスドとか、うん、行くよりも安く済むみたいな、うん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 、だからなんか普通に茶飲む感覚でカラオケ行けるよねっていう、ね、うん、そしてガチで歌うんだけどねみんな、うんうん、結局はいい、あれいい時代だったよな、ね、なんか今めっちゃ高いな。大学行ってからめっちゃカラオケ嫌いになったんだけど、なんか高校の時までめちゃくちゃ好きで狂ったように行ってたわ。わかる、狂ったように行ってた、ね、なんで嫌いになったのカラオケ。わかんない、なんか嫌なことあったんじゃない知らんけどでも一緒に行ったことなかったよね大学時代。ないないない。キャリコやってあの配信の時に一回行ったぐらいだよね。うんうん、多分ね、うん、うん、リコピカラオケ行くイメージなかったしな。うん、そう、うん、大学入ってから私もあんま行ってないけど、うん、ねー、カラオケダンスバトルみたいなよくやってたけどね。楽しそう。そうだ、人が入れた歌で他の人が歌踊ってバトルするっていう。青春だね。青春だよね。青春だわ。そういいね、懐かしくなって。2人ともダンスやってたとか言ってんのに大学までダンスをやっていないということがこれで明らかになりましたね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、大学からスタート勢なのでね。めっちゃ苦労したわ超苦手だった。てかなんか今も別に得意じゃないけど。私は当時全然ダンススクールがなかったから、うん、仕事出るまでダンスなんてそんなやろうなんて思わなかったよ。で私は大学入ってやろうと思ってた、なくて地元に、うん、やりたかったんだよ歌と踊りをね。今となってはね、いっぱいダンススタジオあるけど本当、ね、いい時代ですわって感じだよね。いい時代ですよ、うん、だって授業でもあんだよ、ね、びっくりじゃない。え、子供にさダンスさ、うん、やらせたい派。え、やらせたい。すごい。いや、とりあえず行ってみてとは思っている。あ、うん、あ、そうそうそう、ね、なんかダンスをしっかりやらなくてもいいけど、なんかリズム感とか、うん、そのボディコントロールのさ、うん、基礎ってめっちゃ培われるじゃんダンスで、うんうんうん、だから今後何のスポーツに行っても活かされると思って。
るんですよね。あ、まあ確かにね、基礎的な、ね、スポーツじゃなくても、うん、そうそうそう、なんかさ、ここを動かすと、この筋肉動かしたらこうなるみたいなのってさ、うん、結構ちっちゃい頃にやっといたら便利じゃんね。確かに。なんかさ、サークルにいなかった、 なんか言ったらできるやつ、うん、はいって言ったらはいってできるやつ、私はそれができなかったから、うん、どこを動かしたらそうなるのか分かんないみたいな。でもやっぱりそういうこと、体操とかさ、うん、新体操とかさ、うん、なんかちっちゃい頃からダンスやってましたとかさ、うんうんうん、こう器用にできる子って、あ、やっぱりなんか蓄積されてる基礎力がちげえなみたいなのを、うん、確かにひしひしと感じましたね、うん、私もそれはひしひしと感じました、うん、そう、だからなんか固定のスポーツをやらせたいとかっていうよりも、うん、あのボディコントロールを身につけ、その後どうにでもなれみたいな気持ち。そうだね、うん、だ最終別にスポーツをやんなくても、その興味がね、あれなら、うん、いいんだけど、うん、いいんだけど、ボディコントロールだけ身につけておけみたいな気持ちですね。そうだね、ハマるかはもう任せるから、うん、とりあえずまあ一回行ってみ、うん、みたいな、そうそうそう、気持ちではある。そんな気持ち、いやでもな、とは、その何、いい親でいるためにそういう風には言うけど、もちろん、うんうん、だから心の奥というか本心で言うと、うん、普通にちゃんとステージに立ってほしいし、私はそれを見に行きたいなとは思う。あ、まあそうだよね。言わないけどね、絶対、うんうんうん、言わないけど、でもな、舞台立ってほしいな、めっちゃ応援するんだけどなみたいな気持ちはありますね。ね、うん、そうだよね、あります、はい。バトルとかも全然行っちゃうよって感じ。あ、ダンスバトルね。うんうん、ダンスバトルとかね、全然大会も試合も全然行きますからね。なんか私が好きなことを好きになってくれたら、それは嬉しいなっていう気持ちはあるけど、うんうんうん、まあまあそれは分からんからね。ね、そうね、うん、なんかね、だから何歳からやらせようかなって感じだよね。ねえ、そう、もうさ、2、3歳って、ねね、何歳からやらそうかなだよね、うん、本当に。そう、でもさ、ボディコントロールみたいな話ってさ、うん、まあスイミングもさ、赤ちゃんからできるけどさ、うん、もうなんか2歳とか3歳とか全然あるじゃん、スクール、うんうんうん、はい、あるね、うん、なんか体操教室みたいなとか、うんうん、ああいうのはでもこう設備が整ってて、思いっきり体を動かせるからいいよなと思う。確かに、家にいてもできないし。そうだよね。なんか公園連れてっても、私はプロじゃないから、うん、なんか教えられないし、うん、って考えると、なんかそこはね、いいよなみたいな気持ちはあります、ね、うんうんうん、わかります、うん、すごくね、うん、だからダンス教室はな、もうちょっと人の話聞けるようになったら連れてこうかな感じ、2歳とか、うんうん、とは思ってますけどね。まあお金もかかりますから、なかなか。そうなんだよね、いろいろ全部やらせるっていうのは限界がありますが、はい、時間もね限られてますし。間違いないです。習い事でね、みちみちになっちゃってさ、そうっていう子も結構いるじゃん。うん、あれもまた辛いしね。うん、スケジュールカツカツみたいな ね。そう、芸能人かよみたいなね。そう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 ね、塾とかも ね、今度行かなきゃいけなくなってくるしさ、分かんない、行かせる行かせないはあるかもしれないけど。いや、私さ、塾にさ行ったことない人間なの、うん、あ、え、すごい。あ、でもあの、なんか短期講習に高校受験の時に行ったことある、うん、優秀だな。いや、なんかそういう文化が我が家になかったのかな、分かんないけど、塾行くという概念がなかったし、私多分苦手なの、あの集団で勉強するの。あ、うん、なんか今のでちょっと分かったわ。うん、家庭教の方がまだいいかも、うんうんうん、もしあれなら。でも基本的には学校でやる。まあそれがね、一番だよ、それが一番だよ。そう、だから多分塾に通わせるというねことをね、私は思わないかなと思って、うん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 、通いたいって言われたらいいけど、うん、どうしても、うん、でもお前塾行かないと分かんないのって絶対聞くと思う。あ、確かに、ついてけてないのって。女の子と男の子とかでさ、またさ、そういうね、うん、教育とかもね、やり方変わったりするのかなって最近思いつつもあるんだけど、うん、男の子は結構さ、自分でガンガン勉強するイメージが私は結構あるからさ、
あ、そういうこと？こうやれって言わない方が逆にやるみたいな。あ、そうそう、それはね確かにね。女の子はさ、マセマセのマセだからさ、うん、ね、ちょっとお塾に行きますわよっつってね、そうそう、言ってあげないと遊んじゃったりね、いろいろ興味出るかな、みたいなのがあるから、ね、まあまあ個人にもよるんでしょうけど、うん、確かにね。あ、悩み、悩みは尽きないそうね。いやだから現状多分私はね、勉強系にね、こうプラスしないからね。なるほど。うん、体動かせって感じになるような気がするけど、うん、でどうしてもプラスアルファで勉強したいなら説得してみろって感じ、逆に。あ、確かにそうだね、うん、まあ、塾行きたいとか言われたらいいよって言うけどね。そうそうそう、なんでって、うん、そう、なんで行きたいのって、もっともっと勉強したいって言ったらそれは行ってこいって感じだけど、うん、ね、そんなね、そんな言われたらどうぞどうぞって感じだけど、うん、そう。でもなんか小学校で勉強ついていけないとか言われたらさ、うん、それはママが教えてやっから、お前塾なんて行かなくていいよ、うん、そうだね、って感じ。そうだね、うん、教えられる限りは教えたい。そうそうそうね、そのぐらいだったら一緒にやるよって感じかな、うんうん、って感じだよな、うん、いやわかんない、ちょっとなんか経験者経験者の方、そうだね、経験者の方皆さんのご意見募集しております、ね、この新米ママたちの偏った見解、そう、今ちょっとだいぶ偏りが見られると思う、うん、そう、お互いそれぞれ偏ってるからじゃあはい、ご意見クレーム募集中でね、ご意見クレーム募集中です。はい、そんな感じで、はい、もうなんか他の質問もやろうかなとかさっき言ってたんだけどさ、うん、もう時間ないからやめるわ。本当だ、うん、またじゃあ次回に答えさせていただきます、はい、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、本当に。では、はい、本日のキャリラジは以上です、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。